はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第77回でございます。で、今回テーマね、もう30歳になりましたっていうことで、えー、本日3月11日、もうね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、えー、私、ハイチ30歳になりました。で拍手したけどさ、めでたいのかな <laughs> まあ ?30 になっちゃいましたよ、もう。ね、20代が終わりました。今日でね。で、まあそれで今回ね、あの臨時で撮らせてもらってるんですよ。このダラダラジオ。 しかもなんか狙ってないんだけど、77っていうね、77回なんで今回、たまたまなったんですけど、で、おおと思いながら、で、ちょっとね、まあ誕生日ってこともあって、いつもよりちょっとカラフルに色か、ね、彩っておりますけども、あの、今回喋るのはね、2つです。で、両方ともすごい自己満足なんですが、1つが30歳のテーマということで、まあこういうふうに頑張っていこうっていうのを言葉にして残しておこうと思って、自分がね、こう、この1年間迷った時にも、聞き、なんだ、もう一回聞き直して、ああ、そういうふうに思ってたなって、 もうう回なんか何だろう気持ちを入れ直すというか、そういうためにも、一回言葉にしておきたいっていうのと、あとね、あの方に伝えたいということで、ある方にあのメッセージを、本当にねあの、うちはネタなんですけど、これも完全な、ちょっとメッセージをね、喋らせてもらおうと思ってますので、あの聞いてみにはならない。<laughs> ならない、ならない。全くならないんですけど、でも、あ,のあんま長くならないにはしようと思っているのであの、ちょっと気分転換にでもね、聞いてもらえたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 で早速あの喋っていきたいんですけどあの右下にね「卒業記念動画の締め切りは3月20日です」って書いてあるでしょこれね言い忘れるんで先にちょっと言わせてもらっていいですかあの結構前に卒業記念動画っていうのを撮るとあの1個ね作ろうと思ってるんですけどでそのために3つのテーマを設定したんですねであの卒業記念動画についてんって思われる方は是非下に動画概要欄にねあの飛べるようにリンク貼っておきますのでちょっと撮ってみてもらっていいですか であの、その締め切りを3月20日にさせていただきます。で、そこから頑張って制作をして、4月1日ぐらいまでに、まあね、4月の頭ぐらいにはアップできたらなとは思ってるんですけど、あの、記念動画、まだまだね、募集中、まあもうね、送ってくださった方もたくさんいらっしゃるんですが、まだまだ募集中ですので、ぜひね、あの、お力を貸してもらえたらと思っております。よろしくお願いいたします。じゃあ、いこうか。で30歳のテーマ、これね、 もうツイッターでは言ったんですよ。ちょっと。ちょっと話したんですけど、あのー、すげえありきたりな言葉でいきますよ。30歳のテーマはね、自分らしくです。はい。で、ありきたりなんですが、これはすごい大きな意味があって、あのー、特に去年1年間、まあ、29歳、まあ、28、28、29ぐらいかなの時は、やっぱりいろんな意味で変わって生活も変わったしねで、変化のある2年間だった。特にまあ去年はすごく変化したからね。で、 やっぱりやることが増えたりとか役割が増えたっていうことでいろんなものを勝手に背負ってしまってて今。でこうなんだろう肩に力が入ってるというか変にねでもちろんそういうのが必要な場合もあるんだよ力を入れてねやんなきゃいけないこともあるんだけどでも今の自分をねこう見つめ直した時にあれちょっとなんか違くないかっていう時が結構ある。だから もう一回初心に帰って自分がなんでこの活動をしてるのかってなんで教育に身を捧げようと思って頑張ってるのかっていうところを改めて確認してそしてやっぱり自分のやりたいことを自分のやりたいような教育をねやっていこうっていうそれが自分らしくっていう自分らしく好き勝手やっていくぜって意味ではなくってそうもう一回ちゃんと教育に向き合ってあ向き合ってきたよ向き合ってきたんだけどでももう一回なんか もう一段階レベルのなんか上のね自分になるために必要なのかなと思って本当は30代のテーマとかにしようと思ったんだけど30代だと10年間でしょで10年もね同じことを思ってられる気がしないわけだよ俺自分の性格を見た時にねだから30歳ってことでまず今年1年のテーマとして自分らしくっていうことを大事にしようかなと思いますうんっていうのがまあテーマですね、まあ、それを思いつつ頑張るよとにかく、ね、とにかく頑張るっていうね ふうに頑張っていこうとで、まあ、後半ですね。後半っていうか、まあ、これが今回メインなんですけど、あの方に伝えたいということで、えー、おそらく手紙を今日3月11日付曜ように、まあ、あの、仕事してっからな、届いてるか分かんないんだけど、まあ、日がずれててもきっと聞いてくれてるでしょう、手紙にも書いたから。あの方っていうのは、えー、うちの両親です。はい。えっ、ー、と、いつもの呼び方で言わせてもらいますね。あの、俺、おとんおかんって呼んでるので、あの、おとんとおかんに。 あの、メッセージというか、をちょっと最後喋らせてもらって終わろうと思います。ごめんね、うちはネタで申し訳ないんですけど、あの、ちょっとね、会いに行くことはできないですし、まあ、せっかくなんで、このね、ダラダラジオとか、勉強動画も見てくれてるんですよ、俺の両親、結構。見てくれて、応援してくれてるんでね、あの、この場で、ちょっとね、伝えられたらと思うので、まあ、聞いてくださいよ。<laughs> あの、恥ずかしいんですげえ手短に済ませますけど、あの、まあ、今回ね、 あのなんだろう、親に語りかけるように喋りながらみんなに語りかけるかもしれないけどちょっとあべこべになりますけど許してあげてテンバってるんで本人が <laughs> えっと多分今日ねあ3月11日に着くように送りましたので手紙とちょっとあ,あるちょっとね少しお金を送らせてもらいましたで人生2回目の手紙っすねほとんどおに手紙を書くのは、えー、人生1回目覚えてますでしょうかと手紙にも書きましたけど自分が俺がね25歳になった年に 25って四半世紀ですよね。まあ、ちょうど 100, 100歳の4分の1っていうことで、キ、ま、り、あ、がいいっていうことで初めて手紙を書きました。で、その時にも一応ね、ちょっと、まあ、旅行おいしいものでも食べれたらなと思ってね、お金を渡させてもらいましたけど、あのー、その時に手紙を送ってね、お袋と送るにおかんとおとんから返してメールをもらいましたけど、どっちだっけな多分おとんからもらったと思うんだけど、あのー、 最,最後と言わず、また手紙くださいみたいな。そうそうそう。あ、お、面白いなと思って。で、それがすごい覚えてたから、で、ちょっと前からね、まあ、30歳になった時に、また切りがえ数字出した、30代になるっていうことで、手紙書こうと決めて、あの手紙はね、一応書きましたけど、すごい手短に書いて、一応こっちメインにしようと思ったんで、まあ、こっちにね、あの、これを見てくださいって、一応手紙にも書きましたけど、まあ、見ていただいてると信じてね、話しております。で、まず、 まずは、まあ、その25の時にも言いましたけどまずは本当育ててもらったこと本当に心から感謝しております本当にありがとうございますであの25の時と自分がやっぱり大きく立場が変わったのは人の親になったっていう25の時まだ結婚してなかったんで親になりましたけど親になってみてやっぱり改めておとんとおかんを尊敬もともと尊敬めっちゃしてましたけどしてましたけどでも改めてすごい尊敬した で何かっていうともちろん自分をね育ててもらってしかも大学まで出してもらったから俺はだからそれに関してもそうだけどやっぱり妹のことっすよねちょっと名前出せないんで呼べないですけどいつものようには呼べないけどうちは妹が障害者なんであの知的障害を持ってるからすごい大変だったと思うんですよで今自分ミナちゃんを育ててますけどこうねもう妹も20今いくつだ ?8? になった違ったらこれ2 7 8ぐらいですよねになったと思うんですけどこう自分は兄弟兄として一緒にこうなんだ過ごしてきても大変なんだろうなって思うこともあったけどでもそれをやっぱずっと30年近く育ててきたっていうのはなんかなんていうのかうまく言えないんですけど大変っていうことは使いたくないんだけどでも想像を絶する苦労があったんだろうなと。 改めて思う育ててるとだからあのー、すごい昔にねこれ多分おかん覚えてないと思うんだけど俺が多分中学か高校の時にその妹が障害者であることを謝ってきたことがあって覚えてねえだろうなきっとな, <laughs> なごめんねみたいなの言ったことがあるんだけどいやいやそんなことはさらさらなくってそうあいつはあいつが障害を持っていようが何だろうがそう俺にとっては唯一の兄弟だから それを負い目に感じたことなんてないしもちろん今ねあの世の中がある程度こう障害者に対する理解も増えましたけどでも当時はやっぱりすごいしんどかったと思うんですよね、うん、すごい偏見が多い時代だったから昔はそうでもそんな中ね俺はおとんとおかんの子供に生まれてほんと幸せだと思ってるしであいつが妹で俺は幸せだと思ってるのでね何が何が言いたいか分かんなくなってきましたけどでもまあ本当に まあさっきも言いましたけど、ほとんどがんの子供として生まれ、そしてここまでね、育ててもらって本当にありがとうございました。で、あともう一個、あの、今だから話すことですけど、俺が大学行かせてもらって、一応もうね、あの、公言してるんで行っちゃいますけど、俺、東京学芸大学っていうところ、出身出てるんですけど、もうほとんどが教師になるために、一挙な大学なのね、みんな教師になるっていうほとんどの方が。で、俺も教師になりたい、先生になりたいと思って、ね、行かせてもらって、 でも大学3年の時にね教師になるのやめるって一般企業に就職するって話した時にあんまりねそんなに深く理由を聞かずにまあ好きにやれよみたいなふうに言ってくれたことをね本当に心から感謝してますなんでと思ったと思うんですよ本当にだって先生になればね一応公務員だし安定した生活があると、ね、約束されてるのもんだからそうだから 申し訳ななかったなっっったてててすごい思っててずっとだからこそあのなんつうのかなこう今こういう活動してますけどちゃんと教育に携わってよかったんだってあの大学に行ってそして社会人で一般企業に就職して遠回りしたけどでも遠回りしてよかったんだってうん2人に思ってもらえたらなと思いそんな思いも持ちつつ 毎日ね動画配信をやっております、はい、で今回ねリクルートの件もあって、まあ、勉強サプリの講師としてね選ばせてもらってそれもねすごい喜んでくれてたし2人はあ詳しくは多分分かってないだろうけど <laughs> で今年はねもうちょっとまた新しいことができそうなのでうんあのさらにこう2人にとって息子のあと自慢の <laughs> 息子でねならたとなれたらと思っております。 はい、<laughs> ダメだねあのダメだまとまってねえからダラダラ話しちゃいましたけどまあ伝えたいことは本当感謝ですうん本当にありがとうございますあのー、今後も迷惑かけると思うんすけどいろいろまあ心配や迷惑かけると思うんですけどいろいろ <laughs> まあ,心配あのー、あとは多分30歳の子供もを、まあ、持つ親と親の中では若い方だと思うんですよ2人はね俺より若い時に俺を産んでくれてるからでももう もうそこそこいい年なんで本当に体調に気をつけてねこれからもどうぞよろしくお願いしますそしてまあちょっとね最近帰れてないんで申し訳ないですけどまた帰りますんでみんなちょっと連れてねあのなんだろうなはいよろしくお願いしますはいですすいませんえっと皆さん本当にありがとうございましたあのー、こんな私の自己満足に付き合ってもらってすいませんでしたではひとまず、えー、30となったハイチ今年も頑張りますので 皆さんこ今後もどうぞよろしくお願いいたしますでは今回は「ハイチのダラダラジオ第77回」テーマ30歳になりましたということでねテーマなのかっつ話なんですけどこんな感じで喋らせていただきました、えー、今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございましたそして、えー、と次回、えー、30代、えーえー、78回ですね はえー、っと前回の時にもよ告知したように卒業式をやろうと思っております。ただですね、ちょっと一点謝ることがあって、去年卒業式の時にバックで音楽を流したんです。あのピアノ演奏のやつを流したんですけど、ちょっとですね、今年それのピアノのデータがね、ちょっとパソコンに落とせないんですよ。なんか不具合かわかんないんですけど。なので今年に関してはちょっととなしになってしまうかもしれないです。もしあの修正が間に合えば、お断りにしようとは思ってるんですけど、 まあ、卒業式ってことで、あの、やらせてもらいますんで、もしよかったらね、そっちの方もね、あの、そあの遊びにゃに <laughs> ぜひね、見に来てください。で、あと、最初にも言いましたが、卒業記念動画の方、あの、たくさんの方が書いていただいた方が、自分的にはすごくいい動画ができると思っておりますので、あの、ちょっとめんどくさいなって思う気持ちもあるかもしれないんですが、お力貸していただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。